疲れ様です、毎度おなじみのあややん、はい、今日はね、エアコン工事の、まあ、講習というかちょっとやってもらいたいことがあって、はい、ちょっとね見てもらいたい商品があって、うん、はい、これお見たことありますか？あ、これあれですね、設備マートのレジの前置いとったっすね。そうなんです、フローバルっていう会社が作ったものなんですけど、はい、まあ、書いてる通りフレアロケットといって、うん、フレア作業が自動でできるということで、あややんはいつもフレアはどうやってつけてますか？もうあのイニシューの工程でこう手動で。そうしたら、まあ、自動タイプはあまり使わないということなんで、今まで通りの手動と自動でどれぐらい、まあ、スピードとか変わってくるのかということで、はい、いつも通りのことをやってもらいましょうか。わかりました。手動で行ってみましょうか。はい、はい。そしてあややん、この外装パッケージは見たことあると思うねんけど、はい、中身見たことないと思うので、うん、一回開けてみましょうか。いいですか。ああ、一応この2部、うん、3部、4部までが標準セット入ってて、はい、5部、6部っていうのはあの別売りで買えるみたいなんです。あ、ちなみにその4部とか5部とか6部っていうのはどこまでが4部とかありますか？だいたいあれですよね、あの普通の家についてるあのルームエアコンって呼ばれるやつが、まあ、4部まででしょうね、はい、2部4部のサイズまでかな。でその上で例えば業務用とかになるとその3部5部とかなる5部の組み合わせ出てくるんですけど、うん、で6部は最近見ないですね。ってことは、まあ、そのルームエアコンばっかりされる方だったらこのセットで十分、うん、あ、そうなんですね。で、まあ、点火製とか業務用まで触るんやったら、うん、5部6部別売りで買ってもいいのかなっていう感じですね。そうですね、うん、で、まあ、一応この、リーマと、うんうん、まあ、この辺はハンドル、これが本体なんですけど、これが、ね、はい、入ってますということで、うん、まずいつも通り、はい、ちょっと時間計ってこれ2部3部用意したんですけど、はい、まあ、ルームエアコンだったらこの両方上げますよね。そうですね、まあ、両方のフレア上げるっていう体で、うん、はい、測ってみます。はい、そしたら僕がスタートと言いますので、はい、それで開始しましょうか。あ、スタート。今は2部よね。今2部ですね。2部が28秒ぐらい。3部ですね。じゃあ、はい、よいしょ、はい、はい、50秒ちょいぐらいでしたかね。うん、ちなみにあややんはそのエアコン歴っていうのはどれぐらいかな。ちょくちょくやってる回すと、もう電気やって何年かしてからからなんで10年ちょっとやってるかなって感じですね。エアコン歴10年の人が手動で2部3部を急いで早めにやってみて50秒ぐらいやったっていうことで、うん、まあ1分以内で早かったなっていう感じでした。はい、そしてあややん、これ、はい、あの使ったこともないし、うん、見たこともあんまないと思うんで、はい、そのメーカーさんが使い方の動画出してるんで、ちょっとそれ見てからやってみる形でいきましょう。はい、まあ、そうした動画見てきてもらったんで、はい、あの分かってもらったと思うんですけど、はい、まあ、皆さんにお説明ということで、うん、7.2 のペンドライバー、うん、でこれがドリルドライバーですかね。ドリルドライバー、うん、でこれが手動、はい、でどれでもいけるよということで、一応 10.8 までのインパクトでも、うん、はい、まあ、いけるとは書いてます。でどれでいきましょう今回は。そうですね、まあちょっとこいつでいってみましょうか。ドリルドライバータイムを測ってみます。はい、そしたらドリルドライバーで挑戦してもらうということで、はい、あ、これね、こういう感じで、うん、これ先端の保護でキャップついてるんで、キャップついてる、外して、うん、あとハンドルあるんで、はいはいはい、ハンドルつけて、ハンドルをつけて、でこれで準備完了ですね。準備完了、ほうほうほう。あとは今回2部と3部なんで、はい、2部のコマと3部のコマでいけますね。わかりました、はい、では僕がスタートと言ったら開始していきましょう。はい、スタート。まずこのアタッチメントをつけると、でこいつをつけて、12秒で終わった。今のが3部か。2部を装着。おお、はい、約30秒でした。でしたね。
聞いた50秒やったから20秒ぐらい、うん、まあ、半分近く早なりましたね。そうですね。で僕見てて思ったのはそのクリクリ回さんでいいから手も疲れが楽なんかな。そうですね、やっぱ手回しやとここすごく疲れてくるんですけど、はい、もうボタン握るだけなんで全然ここが疲れないです。いやあとはその誰でも同じようなものが作れると書いてあったんです、はい、それどういうことか説明してもらえますか。ね、さっき手動の時これ合わし込んで僕ここからロックするまでがすごくちょっと時間あったと思うんですけど、はいはいはい、この配管のこの飛び出し代があるんですよ、はいはい、この飛び出し代を、まあ、一応これゲージついてるんですけどきちんとしてないと、はい、このフレアのラッパの部分の大きさが変わっちゃうんで、あのここからガス漏れすることがあるんですけど、はい、これはねフレアロケットのアタッチメントはね後ろにこう壁があるんですよ。あードンと止まるということですね。そうですね、だからこっちから配管入れるんですけど、うんうん、ここに当たるまで配管を入れてロックすれば、はいはい、その飛び出し代が同じ寸法でいけるようになってるんで、だからもうただ当てるだけ、だから誰がやっても同じものができる、うん、そうですね、ということですね、はい、さっきのんだったらこの出しろっていうのが人によったらまあ5ミリになったり2ミリになったり、うん、まあ、失敗する可能性があるというか。そうですね、フレアの大きさが変わっちゃうという感じなんですかね。そうですね、こう入れてこう閉じてあとこの横からロックするときに何かの拍子でちょっと抜けたりとか、はい、奥行ったりとかしてで気づかずにフレア切って出来上がって見てみたら形が大きいとかちっちゃいとか、あそんなんもあるんで、そうなるともう一回やり直しになるんでそれでやっぱ時間かかっちゃうんで、うん、考えんでってことですよね。そうですね、ポンと当てたらいいから、うん、で一応補足説明として、はい、この使うビットなんですけどスリムタイプっていうのがあるじゃないですか。あこの先端が細いやつとかですね、はいはい、とか、まあ、この中心が細いやつとかは負荷となってます、はい、だからまあまあ、それも説明書に全部書いてるんですけども、はい、そこを気をつけてもらって今説明したのがこういうことですね。あの職人の両頭ビット片側ビット、こういうのがバツでこういうのが丸となっております。でアヤン今使ってみて、はい、なんかこのフレアロケットのメリットって何かありました？あそうですね、ロケットっていう形が言われてる通り、はい、こう細いんで、はい、室内機で、まあ、左つなぎってよく言うんですけど壁からこう配管が仕込み配管とかで来てて、はい、で本体の裏で接続するパターンなんですけど、その時って本体を引っ掛けてでそれを浮かした状態でフレアを切ってっていうことがあるんで、その時に多分この幅だったら本体と壁の隙間にこう入るん で、はい、でなおかつこのハンドルがついてるんでこうハンドルでしっかり押さえてでドリルで回してフレアを切るっていうのができると思うんで、このちっちゃいのはすごくそこがいいかなと思うんですけどね。狭いところでもまあ使えそうやなっていうことですね。そうですね、さっきは、ドリルドライバーでやってもらったんですけども、はい、ペンドライバーこれはまあ基本腰道具に大体の職人さん入れてると思うので、はい、まあ、これでもできますよっていうのがちょっと強みみたいなんで、うん、ちょっとこれでやってみましょうか、はい、3部いってみましょうか、はい、これですよね、さっきのやつ、はい、もう当てるだけっていう、ああはい、ドン当てやね、あとはもうこれでロックして、で本体のこの四つ爪があるんで、はい、周り止めのこれを合わせて引っ掛けて、うんうん、カチャッとこう固定されるみたいな感じですか。そうですね、これがこのリングがあのリリースボタンになってるんで、はめるときはあかんか、このリングちょっと引っ張っておいて、はい、で入れて引っ掛ける感じですね。あ、はい、まあ、簡単ですね、はい、これあとは後ろからビット入れて回すだけですね、はい、問題なく、うん、そうですね、傷とかもないですね。傷もないし歪みもないんで、はい、綺麗な円のテーパーになってるんで、ははいいんじゃないかなと思いますよ。締める時と戻す時のタイミングというのは大体感覚で分かるんですか。あ、さっきねちょっとビットの周りを見ながらやってたんですけど、はい、このテーパーを切ってる時が、はい、ゆっくりになるんですよ、回転が。ほう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 。で切り終わったらクラッチ効いて先端が回らないようになるみたいなんですけど、はい、そのクラッチが効いてその空回りしてる時にこうビットの回転数が上がったん で、はい、でそこを見てたら、まあ、分かるかなと思います。V ドライバーでやった時はそのコチンコチンっていうその空回りしてる感触が伝わるんですけど、
インパクトの場合ちょっと打撃がずっと回ってるんで、はいはいはい、ならこの先端の周りを見たら分かるかなと思います、うん、まあちょっと慣れたらすぐ分かってくるかなって感じですね。そうですね感覚掴んできたら多分そこまでしなくてもいっちゃうんじゃないかなと思いますけどね、はい、最後に、はい、ドリルドライバーペンドラとやったんですけども、はいはい、例えばバッテリーがなかったらどうするんやとか、あ、はいね、ペンドラ、まあ、忘れることはないと思いますけど何かのアクシデントでペンドラが壊れたとか、うん、そういう時の強みとしてそういう手動のドライバー、あ、これこれでもできるってことなんで、はい、ちょっとこれで一回やってみてもらえますか。あ、行きましょうか。じゃあちょっと2部の方に切ってあるんで、はい、2部になっちゃいますけど行きます。はい、あ、この音聞こえます、うん、聞こえましたね今カチャッと。そう、これで切り終わって空回りするんですよ。あ、これあれですね、いつものフレアでも鳴るような音と似てましたね。あ、そうですね、同じ感じですね、はいはいはい、この音聞いたら戻しですね、はい、でも結構軽いですよ。この切り始めの時とかこの指3本で普通にこうやって回していける。 あとはまあちょっと握り込んでやって回したら、はい、終わりなんで、まあ、女性職人さんでも問題なくいけそうですね。そうですね、いけると思います。はい、ありがとうございます、はい、こっちが、一番最初にやった、手動のやつですね。皆さん気になるところは手動とこのフレアロケットでどれぐらい違うのかなってことで、一応左が手動、右がフレアロケットということで、まあ、こういう感じでちょっと違いがね伝わるかわからないんですけど一応撮っておきます。こういう感じの仕上がりになりましたよということで、まあ、このフレアについてなんですけど、はい、まあ、あややの今までの経験からして、うん、どうですかどうですかって聞くのもあれやけどそうですね、フレアの出来上がりとしては非常に綺麗だと思いますよ、はい、今回あえてちょっとバリ取らずに、あ、そうですね、そのバリも取る取らへんも人なんかいろいろ意見あるんですけど取らずに今回やったんですけど、はいはい、その状態でも、まあ、全体的にピカッと綺麗なテーパーになってますし、はい、テーパーの幅も一定でいってるし、はい、でこのタンブですね、ここがささくれて、はい、バリも出てなければフレアナットのこの当たり面、あ、はいはいはい、こっちってコマでこう撫でないんで、はい、ただされてるだけなんですけど、ここも綺麗に段のない面が出来上がってるんで、ナットがちゃんと綺麗に締まっていくであろう形してますし、はいですね、まあ、テーパーの形的にもエアコンメーカーさんの施工説明書とかに書いてるような、まあ、理想的な綺麗な形してるんじゃないかなと思うんで、多分このガイドが効いてるのかなと思いますんで、うん、非常に使い勝手がいいんじゃないかなと思います、はい、問題なさそうやなって感じですね。そうですね、はい、うん、ってことで、あややに紹介してもらったんですけど、今回配管部品 .com で2000円オフのクーポンを発行してもらいました。クーポンをもらう条件としまして、まず3万5000円以上のお買い上げからです。なので、まあ、このフレアロケットに関しては、適用してます。で、配管部品 .com の商品だったら、どれでも適用するんで、まあ、例えば5000円が10個とかいろんなものを組み合わせてもいいし、まあ、ぜひ使ってください。それがですね、9月15日から10月31日まで使えますので、何か買い物する予定がある人はお得なんで使ってください。で、そのクーポンのもらい方なんですけども、配管部品 .com の LINE アカウントがあるんで、そこで友達登録してもらって、そこのトークにキーワードを入れてもらったらクーポンがもらえるんですけど、そのキーワード僕が決めていいってことだったんで、もう分かりやすくフレアロケット、これちょっと英語なんですけども、カタカナでフレアロケットでいきましょう。フレアロケットと入力してもらうとクーポンがポンと返ってきます。そのクーポンを配管部品 .com でお買い物する際にクーポン入力欄みたいなのがあるので、クーポンコードを入れてください。そしたら2000円引きとなります。で、配管部品 .com さんの方で、インスタもちょっと今力入れて頑張ってるみたいなんで、ぜひフォローしてあげてください。で、この配管部品 .com さんがこれデジタルだけではなくアナログにということで、チラシをランダムに配布してるみたいです。これが第1回目の何ヶ月前かのやつみたいですわ、まあ、こういう感じでチラシをもらった人限定でクーポン最大5000円クーポンまで、まあ、ちょっとご利用加減何万円とかがあるんですけど、で、まあ、こんな商品があるよっていう紹介だったり、まあ、これが第1回なんですけど、まあ、これに関しては見てもらったら分かるように材料がばっかり載ってます。こんなんだよみたいな。今回もうこの動画が配信される頃には配布されてると思うんですけど、これちょっとまだ本ちゃんができてないんで印刷したやつをもらってきたんですけど、まあ、ここは先ほどと同じですね。こういう風にクーポンがあって、
こんな商品が今、まあ、お得だよ、こんなんあるよっていうのがあって、裏になんとじゃん、見えますかね、僕の特集ページを組んでくれまして、ここ以外はもう普通に商品ばっかりなんですけど、このチラシを作ってる担当者の方がただのチラシよりもちょっと職人さんとか実際に作業してる方が楽しんでもらえるコンテンツを毎回盛り込んでいけたらなっていろいろ考えてるみたいで、まあ、例えばメーカーとか職人のコラボとか毎回実現するかは分かんないけどちょっとやっていこうということみたいなんで、まあ多分入った人はチラシかみたいな感じで捨てちゃったりする人もおると思うんですけど、今回どんな特集があるんかなとかちょっと楽しみに、親しみを持ってもらえたら嬉しいなってことなんで、全員に届くわけじゃないんですけど定期的にランダムに配ってるみたいなんで、まあ、届いた方はあ例のあれかということで見てください。でこれ概要欄に貼っとこうと思うんですけど、僕がおすすめする工具ということでささっといきますね。これはナットを回すやつですね。ナットこう手でキルキルキルって長くいかなかったのでカリカリカリと自動でできます。これも、ずん切り関係なんですけど、ずん切りのね頭ナットが入らない時あるんですけど、ダイスになっててずん切りを修正できるのでナットがすんなり入るっていうので、これが僕のおすすめです。これがネジザウルスと言いまして、ちょっとね別の僕の動画のでもやったんですけど、ネジザウルスなんで、ここのねロッキングプライヤーみたいになってて、頭が縦に使ってもらうと舐めたネジとかを回せるようになってるんですよ。しかもロッキングプライヤーやからガチッと締まるんで、こう思いっきり両手とか力入れなくても回せるということで、まあ、僕の使い方としてはそういう使い方もしますけど、まあ、例えば照明器具とか重たいものをつけるときにこれで一回固定してしまうと片手で持っとかんでいいんで、まあ、僕の動画見てもらえたら分かりやすいんですけど、そういう使い方で使えます。でこれは僕使ったことないんですけど、バージョンアップしたということで、オートアジャスターということは、このロッキングプライヤーというのは手でネジをちょっと締めてこう調整しないとダメなんですけど、オートらしいんです。これは僕もすごい気になります。でこれはね剣電機ですね、日置、まあ、僕はこれがライトもついてて見た目もかっこよくてこればっかり使ってるんでおすすめかなということです。でこれはまあボードアンカーになるんですけど、コンコンコンと打つだけでハンマーで使えるので、まあ、ちょっと強度の問題とかあるんでそこはまあ皆さんの判断になるんですけど、僕はたまに使います。これが LC 用のアンカーですね。 LC でちょっと、ね、ビスだけじゃ不安な時に3部これ僕使います。でこれがもうケーブルスライダー、これ振るだけでねやっぱり全然入線が楽になるので、まあ、これはよく買うんでおすすめに入れました。でこれがねベンダーですね、これは一発ベンダーと言いまして、まあ、誰でも簡単に90度が作れるよってやつです。これがねダクターチャンネル、僕がおすすめしたのはこの穴開いてない方、穴開いてる方を使わんことはないんですけども、まあ、ダクターチャンネルはよく買う材料として載せました。でこれがそれに付随して PS プレート、皮脂ナット、ナットワッシャー、まあこうね、ラック工事とかするんだったらこの辺がワンセットでよく買うなってことです。でこれがまあ IT ハンガーといいまして、先ほどのこのボードとちょっと似たようなね、これじゃちょっと頼りないなって時にこれ結構まあガチガチに効くんで、まあ、皆さんもよく使うかなと思います。でゴムブッシングですね、これはちょっと穴開け失敗した時とか、まあ、そういう時とか2種のね電気工事士のやつも出てきますね。これはフレキと言いまして、使う人限られるんでしょうけど、僕はよくこのフレキを使うんで入れました。で皆さんおなじみパイラックということです。ってことなんで、今紹介したこの僕の電気屋 YouTuber が選ぶ電材特集っていう今登場したのは、概要欄に貼っときますので、もし気になるものがあれば、今ささっと説明しただけなんで、そこでこういう商品やなっていうのも見てもらってもいいのかなと思います。で先ほどあやんが紹介してくれたフレアロケット、なんぼやねっていうことだと思うんですけど、現時点で 37,200円税抜きってことです。ネットサイトなので価格がねたまに変わったりするみたいなんで、この配信されてる時には値段がちょっと違うかもしれないんですけど、まあ 37,200円今の時点でということです。ということで、フレアロケットというねフレアを自動で作れる商品の紹介&配管部品 .com の紹介でした。まあこんな感じで工具であったり、技術的なことであったり、いろいろこれからも配信していきますので応援してください。ありがとうございました。とりあえず面白くしたいです電気屋を。